はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。景色が良かったもんですからね、写真を撮りました。今日は自分の、僕のですね、乗ってる、クリッパー、これね、こんな風になりました。これね、自分で作ったのとは違うんです。これ購入しました、ね、Amazon で購入、あ、いや Amazon じゃない、違う、どこだっけな、ちょっと待って、これね、あ、メルカリで購入しましたね、選びました。あ、こういったものがあるんだなと思ってね、自分で作っちゃったけどね、とてもじゃないけど、まあできないなと、もうやっぱり諦めました。自分で作るのは諦めました。でね、自分で作ったらね、もっともっと高くなっちゃうんじゃないかなという、そういうね、ことを言われたもんですから、まあいいかと思ってね、これ本当に買いましたよ。しょうがないからね、買いました。でも買った結果、まあこう良かったなと思ってます。でもね、こういったところですね、今見てるところ、これね、できたらね、こたつにしたいなと思ってるんですよ。ね、できるかどうか分かりませんけど、思うのはね、自由ですからね。できるかな、どうかなって感じでね、まあ今思ってます。はい、こんな感じね、今これですけどね、ちょうどね、足を曲げて入ることができる、腰掛けができると、これがね、どうしたらできるのかなって考えてます。今日はこの MC のところに来て、MC 工房に来てます。もう自分のね、クリッパー、やっぱり自分の車はいいですね。ね、借金して買ってますよ、しょうがない、借金ですよ、ね、だって安月給だ、あ、安月給じゃない、安いね、時給だからしょうがないですよ、ね、でもね、やっぱり何のために働いてるかというとね、こういったことをしたいと、ガス料が上がってしょうがないんだけど、なるべく投入しない、ね、投入すると、打線がかかってしまう、将来的に、距離に応じて税金がかかっちゃうんだけどっていうね。はい、一周しました。では考えはちょっと一時置いといて、まあ自分の趣味ね、本当に車が好きなもんですからね、こんな感じにしています。はい、これね、前を開けました。前にはエンジンありません。エンジンは椅子の下ですね、椅子の下って下かな、多分ね、そうだよね。まあ琥珀色の、これはね、ブレーキオイルですね。まあ、ここにね、こんな感じでね、まあ、空洞があります。空洞って言っちゃいけないね。こんな感じでね、荷室が出現しました。どうでしょうか。まあ、これMC のね、バモスです。やっぱりね、このバモスもね、結構ね、いろんなことで、手を加えているようです。ね、新品じゃん、まあ、これ。どうでしょう。持ってたんこれ、ね、まあ、このタイヤ ね、このタイヤどこだっけね。ちょっと出てこない。このタイヤはね、解体屋さん。解体屋さんで選んできましたよ。ね、安く手に入ることができました。ね、まあ、生活のため、生活の知恵ですね。ここになんかいかに安く安全なものを手に入れるか、ね、そんな感じです。うん、まあここにね、ベッドがあったんですけど、なんか取っちゃってますね。ちゃんとタイヤも4本あります。当たり前ですけどね。こんな感じですね。いや、なんかね、ちょっと失礼しますよ。あ、おー、いいね。これがね、使い勝手がいいんだよ、これね。あ、ちゃんとメーターもついてます。ちょっとね、ジョークが自分の、ちょっとジョークしてね、本当申し訳ないんですけど、初めて聞く方はちょっとびっくりするんじゃないかと思っています。ね、ちょっとまずいかなと思ってますけど、あ、でも、なお言い合いながらですね、和気あいあいとしています。これね、これ私は自分の昔の上司です。上司なんですけども、とてもね、フレンドリーな方で、まあ、気さくな方なんで、まあいいね、こうやって自由に物事を言うことができます。まあいいね、はい。なんか穴がいっぱいあるけど、ね、ちょっと、口が悪いように聞こえちゃうかもしれませんけども、申し訳ないです。こんな会話をやりながら、なんでブリヂストン一日が過ぎ去っていきます。
正解、ちゃんと俺が選んじゃったんだから、はい、ね、ブリヂストンいいタイヤだからね。なるほど。はい、今回のテーマは、クリッパーとバウンスかな。第一としてはですね、ちょっと、まとまらなかったかもしれないんですけどね、適当です。肩の力を抜いてくださっていただければありがたいと思います。特に一流を中心にやってますけども、そればっかしじゃなくてですね、肩の力を抜くような、そんなようなチャンネルにしたいなと思ってます。これからもよろしくお願いいたします。失礼いたしました。ではまた、ごきげんよう。またバイバイ。